1840年代のジョージ・ベネットの肖像画、ジョージ・ベネットはイギリス生まれのオーストラリアの医師、博物学者である。プリマスで生まれた。15歳で学校を卒業した後、セーロンへ旅し、帰国後、医師になる訓練をプリマスやミドルセックス病院やウィリアム・ハンターが設立したハンテリアン医学校で受けた。1828年に、王立外科医師会会員の試験に合格し、 あとに、王立外科医師会認定専門医の資格も得た。繊維の仕事を得て、オーストラリアを訪れた。友人となった、比較解剖学者のリチャード・オーウェーンのカモノハシの,橋の研究に興味を持って、オーストラリアの動物の研究をするために、オーストラリアに渡ることを決めた。1932年の5月に、プリマスを出発し、1934年に2年に渡るニューサウスウェールズ。 バタビア、ペディル沿岸、シンガポール、中国への旅は、ワンダリングス・イン・ニューサウス・ウェールズ、バタビア、ペディール・コースと、シンガポール・チャイナのタイトルで出版された。1835年に、ロンドン動物学会の論文誌に、カモノハシの論文を発表した。1836年に再び、オーストラリアに渡り、シドニーで医者を開業し成功した。 自然科学への興味は継続し設立間もないオーストラリア博物館の名誉職員を務めたオーストラリア博物館に寄贈された博物学的な物品や珍しい物品の目録を作り1837年に発表した医学雑誌に医学の論文を投稿するとともに広い分野の著作を行ったその分野はクイーンズランドでの化石探索や 柑橘類の栽培と紅葉に関する著作もある。1890年に王立ニューサウスウェールズ学会からオーストラリアの自然科学の発展に貢献した人物に贈られるクラークメダルを受賞した。ヒクイドリ族の鳥類、キャジューリアス・ベンネッジーやカンガルー科の動物、デンドロリゴス・ベネティニスに懸命されている。ジー・ベンは植物の学名で命名者を示す場合に、 ジョージ・ベネットを示すのに使われる。ありがとうございます。